すごいよ、綾子さんの経歴というか。そうですね。どういう外語大学で中国語もできるし、学歴すごいねって褒めてくださる方はちょっと、うん、本当は違うんですって思いながら。なんで全部嘘な感じじゃないでしょ、だってじゃないんですけど、私ガチでしょ、はい、友達とか全然できないし、友達この感じで、はい、マジで、で何なの。いや、そんな感じに見えないんだよね。何だったんですかね。そのなんかさっき暗かった時代とか言ってたけど、はい、何その引きこもってたりとかってこと。いや、引きこもってなかったんですけど、普通に生活してきたのに。だからの電車乗るのも嫌になっちゃって、あの満員電車が苦手で、もう大学行くのも嫌だし、勉強難しくてついていけなかったんで、はい、でも頭いいよね、だって外国語大学なんかいいのか。いや、ほんと勉強が、周りがすごすぎて、国立だって、なんかみんな外交官とか目指してる子とか、うん、そうだよね、それかフランス語学科だったんで、うん、マカロン大好きみたいな人、どっちかだったんですよ。どっちにも馴染めなくて。じゃあ大学はそうだとしても、高校とか中学とか。高校は、うん、あのずっと写真部で、もう一人で暗室にこもってました。いやでもね、こうやってこう同期で、じゃあ初めて友達というか相方というかね、相方できて、はい、楽しい。その大学時代に比べたらお笑いはどう。楽しいですよっぽど楽しいんだろうね。これだって NSC の時とかも、もうなんかもう、うん、イエーイみたいなのがしたくてしたことないから、うん、みんながもう通ってきたやつをこう家とかで集まって本当にくだらないことをしたいみたいな、いい、ね、朝までお話ししたいみたいなのをずっとやりたがってて、うん、じゃあ今わーやってんだ。あのこの間先輩の家でタコパやりました、うん、生まれて。いいね